基本例題39番です。1番波長です。腹が2個も書いてしまいます。 AB 間に腹が2個の定常波ができました。この距離が AB 間の距離が50センチですね。腹2個分、芋2個分が波長ですから、1番の波長は50センチ 0.5 メートルで結構です。音の速さですけども、V イコール F ラムダの公式に代入をすると、 F 振動数が与えられていますから 460Hz ですね、かける 0.5 メートルですから 230Hz、 です。2番、はい、腹が3個の定常波、絵にしてみましょう。 A から B までのこの間に芋が3つできています。3等分します。こういう定常波ができましたという問題です。 AB 間の長さを変えましたよ、ね、先ほどは 0.5 メートルでしたが、どうしましたか。この時に音差変えていませんから、振動数は変わっていないわけです。音差の振動は変わりません。V は重りを変えていません。糸の太さも変えていませんから、 V も変わっていません。 V は、230m/s、ラムダはこれだけです、ね、このラムダは F が変わっていない、 V が変わっていないので、ラムダは F 分の V ですから、先ほどのままです。 0.5 メートルということは、 AB 間の距離は L は2分の3ラムダ、この A から2分の3ラムダですから 0.75 メートルとなります。